スペース雑友は、東京都新宿区新宿3-8-8、新宿 OT ビル地下1階にある多目的自由空間。フラットスペース型劇場。新宿に開店して30年以上の老舗居酒屋、千は志望坊、桃源坊、ロマン坊のオーナー、大田厚也が提供。このページでは、同ビルにある劇場、スペース袋門についても扱う。新宿。 雑遊2006年にアバンギャルドな自由空間として誕生。大事は原田義夫。コケラ落とし公演は2006年1月8日、9日で行われたあるカンパニーの脆い夫婦。真っ黒な打ちっぱなし、コンクリートブロックに囲まれたフラットスペース型の劇場で舞台や客席の位置を様々に可変できる。最大客席数は約百名。 フロア内に楽屋はなく、ビル3階事務所横に2部屋の楽屋がある。オープン10周年を記念して、スペース雑有10周年スペースフクロウモン1周年、記念展10が2017年1月5日から7日まで開催され、作家のシーナ誠とオーナー、太田敦也のトークショーなどが行われた。新宿、フクロウモン2015年12月9日にこけら落とし、された。 スペース雑誘と同じビルの2階に位置する多目的、フリースペース。雑誘と違い、ステージ及び雛壇になった客席が常設されている。大田厚也が西部新宿駅最よりで経営していた、福ク門の福クの看板を移設しており、以降、ビルの目印となっている。劇場の名前も、かつての居酒屋にちなむ。雑席数は約70席。大事は、 ー演劇だけでななくララブブレターズなどお笑いいイブも開かれているスペース雑誘。レッツ、レッツエンジョイ東京。2017年1月13日閲覧。スペース雑誘10周年フクローモ門1周年に、あるカンパニー、脆い夫婦上演も。ステージナタリー。2017年1月13日閲覧。多目的自由空間。 スペースフクロウモが新宿3丁目、スペースザツユーの上海にオープン。明日9日から劇団、椿組プロデュースのコケラ落とし公演が開幕。新宿女縁、四谷タウン市、JG 公式サイト、ヤグウェブ新宿のニュース、イベント、スポット情報が満載。2017年1月13日閲覧。ありがとうございます。